寝まーす。寝ます。寝マッシュ。寝マッシュ。リーマッスル。リングに、稲妻走り、ジョーパンドゥーブ。電池をペラス、飛び散れ、筋肉ビーム、勝利に向かって、私はドジで強いつもり、筋肉マン。走る、滑る、見事に転ぶ。あー、やべえ、やってないのが、バレる、バレるよ。昨日無料試合回したよ。あれの時に回した。サレン出る前に回した。だから今サレンが出ました。ふぅ。クラマスちゃんとやれ。ちょっとは忙しくて。忙しくて。許してちょんまげ。忙しくてできてます。いや、ちゃんとやってはいるよ。ちゃんとデイリーはやってるけど、昨日の15時以降はやってない。え、レベルキャップも解放されたらいつの間に？いつから？昨日の15時かな。一応クリチカチャレンジやったんだけど、出ませんでしたね。開幕初っ端クリチカチャレンジを。超レビュー。昨日さ、夜さ、仮眠しようと思って、そんな眠くなかったから、まあでもなんかほんのり眠いから、あ、これ仮眠して1時ぐらいから配信しようと思って、昨日夜11時に寝たの。そしたらね、朝の9時ぐらいに起きちゃった。あるるーってなりました。おにょにょぷににで、今日は朝9時ぐらいに起きたので、もうこの時間には眠いという、そんな日常を送らせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ぜひに、ぜひに。デゲデステン、デレレン。眠いよな。俺は体が結構今最近あれなんですよ。真面目なんですよ。さあ、ランドセルの民衆たちよ。真面目。クリスティーナ・サンタさんが、これなんか適当でいけるっしょ。返品？左遷？左遷？胃の調子はいいのか？胃の調子はまあ、可もなく不可もなくで、いい感じよ。バコ、今、ちょうど昨日の免許を取るを見てたぞ。あ、本当に？面白い？免許取ろう、むずい。早く。すげえ、バタバタしてっからよ。なんか配信ができないんだよな。なんか知らねえけど。そう。適正検査のとこなんか面白かったっけ？サニーに MD さんの RD 開催。あ、そう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 、その俺違う、なんでね、俺寝ようかなと思ったんだけど、なんで枠取ったかっていうと、その話がしたかったの。シャニーが行かれてるライブに行って押しようとしてるのを見て、俺も笑っちゃったから、その話をしたかったんだ。そう、それそれ。
シャニマスやばいよねあれ、セカンドサードセカンドやんだって思っちゃったもん。行かれてない？セカンド3月にやってサード4月にやるって行かれてない？なんなのあれ、ぶっ飛びすぎじゃない？高山おかしくなっちゃったね、このコロナで。脳がおかしくなっちゃったかもしれない、もしかしたらコロナで。人数入れれない分回数稼ぐんじゃない？ああ、そういうこと。でもその分だって負担がやばくない？声優さんの何あれ、あのライブの量、声優さん大丈夫だな。まあ逆にでも曲としてはそこまで増えてないから同じことやればいいのか。8公演やるってすごいね。同じことやりゃいいのかな、ライブとしては。大半がウェブで、そっちの収入も入るしな。テレの HMY に人入れられるから怪しい ね。もう最近コロナが半端じゃないよな。大丈夫なのかなマジで。まあ大丈夫と判断してセカンドサードやるって言ってるんだろうけど、もうでもどん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 増えてるからなマジで。 CDJ って何？マジでどん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 増えてるからな、アホみてえに。アホみてえに増えてるよね本当にもうどうすんだよ。オリンピックもやる方向だし、平気平気。マジでどうすんの？カウントダウン、ジャパン、バンドリーも出る予定だった。へえ。ほんとどうすんだって感じだよな。まあでも多分いまだにまだ 30% ぐらいは外国人って噂もあるから、そのねえ、まあにしても関係ねえか、増えてんだからな。嫌ですね、忘年会とかもできないんでね。俺がこの年になってもさ、おじいちゃんがさ、チュンカとバナコインのキャンペーンも始まったしかねえよ。え、マジで？始まったのバナコイン？俺がこの年にもミノリーやるんだったら、ミリナナ TH もやってくれ。この年もさになってさ、あのお年玉をくれるおじいちゃんの年始のなんて言うんだっけ、忘年会じゃなくて年始にやるやつなんていうの？今回のバナコインは当選したらってやつ。あ、そういうこと。新年会、新年会か。毎年おじいちゃんが俺にお年玉くれてたのに、新年会でそれもなくなっちゃったからよ。おじいちゃんにお年玉がもらえねえや唯一おじいちゃんは俺のことを子供扱いしてお年玉をくれていたのに、毎年。会えねえ、残念。会いたかった、おじいちゃん。まあそんな感じでね。川口は親戚の子供にあげてんの。ん？ん？何の話かな？ポニュー？ポニューニュー？でもね、そんなね、いないんだよ。もうみんな割といいお年頃なんだよね。なんか一番絶妙、ちょうどいい感じ。俺がその大人になる頃にはみんなにそのお年玉あげるよって頃にはもう親戚のいとこたちもみんな大きくなってる。で誰もまだその子供を産んでないからいい感じ。俺がまだあげずとも俺があげるような相手はいない今のところ。子供が絶滅してる感じか。そうそうそう。絶滅してる。だから今のところね、調子いいよ。あげなくても何度かなってる最低よ。
なんとか子供産んでくれないように祈るしかないな。そうだね。姉ちゃんとかどうなんだろうな。俺の姉ちゃんとかが。そう遠くない未来。で、まだなんか、プラプラしてっかんな、俺の姉ちゃんも。彼氏を作ったり作らなかったりして、を繰り返してるから。どうなんでしょうかね。そういうの繰り返せるのすごくない？俺は？俺はなんで繰り返せないの？ねえ、皆さん、なぜ僕は繰り返せないんでしょうか？おかしくないですか？こっちが先に子供作ればお年玉で稼げる。いいね。ただそのレベルじゃないぐらい金かかるだろ。子供たちはそのレベルじゃないぐらいお金かかるだろ。子供を育てるっていうのは冗談じゃないぞ。バコライスチームメンバーが一人で27キルもしてチャンピオン。イカリア君やば。多分あれじゃない、それ。多分それ所作場で所狩りしてるやつだよ。おかしい、そんなこと絶対ない。所作場で所狩りしてるなんかどうしようもないやつだぞ、それ。多分味方。じゃなきゃ27キルは人間じゃない。普通の人間だったらできない。27キルは。わかんない、わずかに可能性はあるけど、人間じゃない可能性もあるけど。デゲデンデンデデデン。コンコン。いやでもやばいよな、シャニマス。超楽しみだけど、そんだけライブ連打してくれんだったら。おじくん、また昨日10連引いた。うん、引いたよ。またあれだよな、なんだっけ、ざっとこんなものですね。また毎月1回アイマスライブがあるやつになるね。こんだけライブ連発してくれんだったら。なんか別にでも無観客でもいい気がするけどな。チョコちゃんとユズのソロも来たぞ。あ、そう、チョコちゃんのソロ聞きたい。ドローンライブかと思ってたよ。あーね、そうそうそう、俺もセカンドやんないからドーンやんのかと思ったら、セカンドももう一回やるんだなって感じ。まあセカンドでいっぱい作っちゃったグッズとかもあるだろうからな。それを売るためにはセカンドやる。 DYE ザ・スカイ聞けるのか。ベンガイなんてポンチュールポンストペンデベイ。そう、チョコちゃんのソロ聞きたい。あとスノーラブも見たい。今日はシャニマスのライブ。座って棒振るだけのライブ。そんなにあってもな。嘘、あれほとんど 3RD のツアーだよ。何 NG。 そうだよね、色合い的には 3RD でやりそうだけど。俺は今日シャニマスのライブの話とスノーラブを見るためだけに枠を取ってる。あまりにも眠い中、スノーラブだけは見ないといかん。明るい部屋おもろかったぞ。明るい部屋って何？赤い部屋？あなたは好きですか？あなたは、あなたは、あなたは、あなたは何？イベコミュ。へぇ、マコマス。どうも。スノーラブを見ねえで死ねねえ俺は。やっぱりもどかしくて仕方ない。最近全然配信できないんだけど、なんで俺体が配信できない体になって何もできない。実況動画も撮れねえし配信もできねえ。何だったらできんだよ。じゃあ昨日何してたん？昨日は寝てた。疲れ果てて寝てた。なんかさ、その役所行ったり銀行行ったりでなんかバタ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 してんだよ。車屋行ったり銀行行ったり駐車場行ったり銀行行ったりでもうめっちゃバタバタしてんの最近。そのバタバタで
もう最近疲れ果てて寝ちゃってる。社会人みたいじゃん。ね、大変なんじゃ。車持つと大変でしょ。大変、持ってねえけど大変持ってねえけどもう大変。こっからもっと大変なんの。いやね、年始ぐらいに結局ウーバーイーツやめたの。ウーバーイーツやるよ。年年明けぐらいからやろうかなって思ってる。保険とかもあるじゃん。うん、そう、ウーバーイーツは年明けぐらいから始めようと思ってます。ぜひ東京近郊の方は僕に巡り合うことを祈ってウーバーイーツしてください。で、僕が現れたらチップを頑張ってね。マックスチップ納車までに免許を取りをクリアして、クリアしてするわ。指名するわ。指名して、もし俺が当たったら、あのチャリはどうするの。チャリはあの入手します。四国まで来て。四国まで行くわ。チャリは入手します。入手します。もうちょっとで。なんで東京近郊の方は可能性をこみして、メニューとかでもいいけどね。やっぱりシャニマスコラボしているメニューいろんなあるんだよな。ああいうなんかチャリ宅配戦士みたいなのって今結構飽和してんだよな。チャリ宅配選手たちのいろんなメニューだとか出前館だとかウーバーイーツだとかなんとかかんとかだとか。キリコがシカゴピザをおすすめしてて笑った。キリコがシカゴピザをおすすめしてた。かわいいね。ノーマル 1.5 倍 ?2 倍ウーバーイーツが一番治安悪いよな。どうなんだろう、わかんねえ。俺んとこは全然メニューはウーバー面接とか研修とかするんじゃない。そうなんだ。俺ウーバー治安悪いなって思ったのほぼないんで、一回あのラーメンの汁ぐちゃぐちゃにされて俺がブチギレたぐらいで、それ以外特に変だなって思ったことないんだよね。ウーバーラーメンの汁ぐちゃぐちゃにされたのはさすがの俺も怒ったけど、交通マナー的なことじゃない。ああ、そういうことか。まあそれは結構まあ事故とか起きてる。俺もだからそのあたりは気をつけてめちゃめちゃやっていこうと思ってる。汁こぼされたタコが今度は汁をこぼす側になるのか。まあでも俺もあの時怒ったけどさ、正直あれあれだよな、何、お店側がちゃんとしなきゃいけないとこだよね。汁がこぼれるかこぼれないかのケースとかってお店側が気をつけることな気もするわ。お店側がしっかり梱包しないとぐちゃぐちゃにはなっちゃうよね。まあでもそれにしても汁全部こぼれてるのはやりすぎだよな。そもそも宅配で汁物は頼まん。わら。マジで無料初日クリチカに使ったんか。使った。めちゃくちゃ振り回されたらどうしようもなくで。まあね、だ振り回されたのかな。どうなんだろうね。でもだからそういうのはやっぱ汁物出してるお店としてはしっかり対応しなきゃいけないとこじゃない。クラバトまでにレベル184間に合わせんとな。割とちゃんとこうなんていうの、全部こぼれてたら金払わんわ。でウーバーイーツ返金マジ早いよ。俺マックとかよく頼むんだけど、マックよく頼むんだけど、なんだっけ、あのよく入ってないこともあんのよ。よく入ってないこともあって、あのポテトとかハンバーガーとかで、それで入ってませんよって言うとありえない速さで返金してくれる鬼みたいな速さで返金してくれる。そんなって思うぐらい早く返金してくれるよ。おすすめ。返金なんか。そう。返金早けりゃミスしていいってもんじゃないと思うけど
でもありがたくない？めっちゃ返金早いの。だただでマックのハンバーガー抜きセットとか食えんで、返金してくれるから実質無料で食えんで、ハンバーガーねえけど。ハンバーガーなかったりナゲットなかったりポテトなかったりするけど、それ以外は実質無料で食える。全額返金はいいの。そうそう、何もうまくないだろそれ例えばあのセットのセットで頼むと、セット分、その入ってなかったセット分返金してくれるんだよ、ウーバー。例えばだからハンバーガーセットのポテトが入ってませんでしたって言ったら、ハンバーガーセットの代金分丸々返金してくれるの。そんな適当な対応してても儲かるくらいぶったるんだろう。まあそれはあるだろうね。入れ間違えそうなセット頼みまくってこっちに。でも多分連打してたら良くないと思う。待って配達難易度高くてエアツ配達させて返金狙えるわけか。待ってなんでセット頼んで一部だけないのってことが起こりうるんだ。マウスね、マウスね、マウスがなくなって、やべえ、もったいないことした。マウスなかった。マウスどこ？あ、いた。間に合わなかった。わかんねえ、多分あの向こうも忙しくて焦ってんじゃない？向こうも多分忙しくて焦ってるんだと思う。その結果、もらえるっていう。こういう時期はテイクアウトも多そうやしな。それか宅配員が来た。まあそんな可能性もあるよね。目の前に美味しいものを出されたら食べたくなっちゃうかもしんねえしな。敵硬すぎでしょこれ。もうやんのやんなってくるわ。無限回廊のここ硬さが冗談じゃないぐらい硬い。そんな川口じゃないんだからわからんよ。おデブちゃんもいるしな。まあでもなんか俺ピザ屋でバイトしてるけどいつも食ってた配達してるよあれさ、俺ピザ屋のバイトに豚 EX やった。豚 EX やってない。俺ピザ屋のバイトに聞きてんだけどさ、なんかあのありえないぐらいさ、なんか L サイズとか頼むとさ、あの8等分とかされてくるじゃん。あれのバランス下手すぎない？ピザ屋そんな焦んねえでいいからさ、あれバランス綺麗に来てほしいんだけど、めっちゃ細いのない？食べやすいようにの配慮かな。あのめっちゃ細いやつ、あれ何なの？なんか専用の8等分機械みたいないのかな？手で切ってんのかな？忙しい時は適当に切るだからか。いやこれ倒してくんねえかな。あ無理そう。あ倒せ倒せ、よしナイスナイス。これでかい。忙しい時適当に切ってんのかだろうなって感じはするわ。全テレビで見たけどあれ秒で切ってるから。へえ。ドミノピザはピザカット RTA に関与してやってるからなマジであれクソ適当だよね。ありえないぐらい細いのいるもん。たまに細いのの隣めっちゃ太いのとかいるし。近くのピザ屋さんすげえカットうまかった、もう潰れかけた。なんかこうさ、なんかね、あの漢字の米みたいな形してる金具みたいなの作ってさ、その上からギュッてやるだけでめっちゃ均等に切れるみたいな機械ありゃいいんだ。機械っていうか金器具、そういうのもあればなんとかなりそうなのに。なんねえもんだな。あれ何、あのコロコロのやつで切ってんのかな。丸いカッターでコロコロ切ってるんじゃないの。多分丸いカッターでコロコロ切ってんだろうな。時間変わらんから金の無駄なんじゃないなのか。え、でも丸いカッターでコロコロ切れる、その変な米みたいな形してる器具作ったら一回でコロ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 ってやるよりさ、丸いカッターでずっ
丸い形ね。米型で全部歯についてきそう。ズッってやれば終わりじゃない？ダメかな？浅はかかな？潰れちゃうんじゃないの？浅はかかな考え方が。あまりにも。あまりにも浅はかな気がしてきた。半月型のカッターで切るんじゃなかったっけ？へぇ。ちなみに注文するとき切らないでって言えば、まん丸のまま送る。え？まん丸のままくれんだ。で、まん丸のまま送られてもな。まん丸のまま送られても困るけどな。え、俺ピザ食いたくなってきた。俺ピザ好きなんだよね。え？なんか新しいステージ解放されてる。新しいステージ解放されてる。何これ、知らない、めんどいめんどい。お、なんかやることいっぱいになってるお、プリコネが全然気づかなかった。お、管理する怪我するかな。ピザってちゃんと消毒してるか不安だわ。いや多分飲食店が一番ちゃんとしてるんじゃない。物理のアクセサリー永遠に足らないから集めとくんだ。マジで、オート切れてる。わあ待って、本当だ、オートしないと死ぬか。あ、まあいいか、死んでも。オート切ったんだけどね。無意味打たないのに無意味入れる意味ある。そうか、あでもダメか、これ星さんくらいできないんだっけ。ミスった。プリコネ、上限解放とノマ2倍被ってくれるとマジでありがたい。ノマ3倍が欲しいよな、やっぱりな。多分メシアとかは一番ちゃんとしてんじゃないの、コロナ対策って。まあわかんねえけど、どうなんだろうね。だってそういうとこでさ、あれ出ちゃったら一番きつくない？コロナ出ちゃったら。でもまあもしデリバリーのさ、飯からさ、飯、例えばピザ屋さんのさ、ピザ職人がさ、コロナ患ってて、それ作って食った人がコロナになっても正直わかんねえよな、感染源。マジで最近アビス号とゼノスフィアロットが足りねえ。マジでずっと足りないよ、プリコネは。正直もしさ、外食とかしたところでさ、コロナもらっても分かんないよね。ピザにコロナ入ってたとしても、コロナピザだとしても、多分それで原因でコロナになったって思わないもんね、普通。どこから経由しようとその店で発覚したら終わりよな。まあ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 、でもその店で破格するかどうかも分かんなくない？本当にさ、引きこもってさ、ピザだけ食ってるやつ、R18 装備にめちゃくちゃに座れるのしんどい。ピザだけ食ってるやつってそうそういない。俺ぐらいじゃない？だ、俺がピザ食ってコロナになったら、まあ、言うて俺も出かけてるしな、ちまちまって考えると、やっぱりねえ、そんなにねえ、あれじゃないっすか、コロナにかかる可能性はあるわけです。部屋はめっちゃ昼間は窓開けてる。あと空気清浄機常に24時間つけてるしね。なんかでもさ、普通にサバゲーとかやってる友達もさ、コロナになってないし、部屋はめっちゃ汚いです。それは無理。なんか接客業で働いてる、俺はめちゃめちゃ注意してやるわ。毎回しっかりアルコール消毒とかするよ。清浄機もちゃんと掃除するんだぞ。うん、なんか本当に、でも、もうそろそろ多分本当に出てくるんだろうな、近場で。まだ出てきてないけど、皆さんは近場で出ました？さすがにそろそろ。何川口ユンバーすんの？する、職がないから、職と金がないから。そろそろ本気で働かないといけないけど、本気で働きたくないからウーバーイーツします。俺は本気でウーバーするよ。でもしっかり前任者いない？隣町はポコポコ出てるよ。マジか。クリスマスあたりに都内1000人超えそう。ね、都内1000人、1日1000人超えそうだよね。白目が抜けたら笑っちまうよ。新宿まで頼む。オッケー。
だ俺が行ったらじゃちゃんとあれなあれしてな、チップ持ってな。同じ街には出てるけど近所の知り合いにはいない。へえ、今日仕事先の客の知人が出たらしい。マジか、仕事先の客の知人なんとも言えん。仕事先の客の知人、それは近いのか遠いのか。でもどこが稼げるとかあんのかな、ウーバーって。一般人より芸能界の方が割合高そう。まあね、どうしてもあのマスクとかしないでテレビとか出てるしな、あいつら。なんだかんだその人前、その人テレビの収録とかはマスクしないもんね。だってね、バラエティとかでもなんか形だけソーシャルディスタンスとか言ってるけど、ガード全く意味ないよな。マスクしねえもんな、基本的に。バラエティとかのひな壇とかになってくるとアクリルがありますとか言って、そりゃかかるわな。多分裏方の人とかはみんなマスクしてるんだろうけど、やっぱどうしても前に出る人たちはマスクできねえだろうしな、スタジオの収録とかでこもってるところで。そういや M1 見たか。 M1 見た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 。あの、あ、そう、 M1 の話もしたかった俺。あのね、 M1 がね公式で YouTube で動画上げてくれてて見た。めっちゃありがたかったあれ。俺 M1 みんなが見てて楽しそうだなって思ったからさ、 YouTube でさM1 って動画検索してさ、こっそり見ようかなって思ったの。バレねえ、バレねえように誰が一番面白かった、こっそり見ようかなって思ったんだけど、そしたらちゃんと公式が上げてくれてた。神、違法視聴しなくて済んだ。違法視聴してたら、おお見たよ、おお友達ん家で見たわみたいな言おうと思ってたけど、私は頑張るね、違法視聴しないで済んだわ。え、誰が一番面白かった。うーん、ハゲてなかったら違法で見てたんやね。いや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 、見ません。そんな見るはずがないじゃないですか、そんな悪い。違法なんですから、法に触れるんですから。誰が一番面白かったかな。個人的にはなんだっけな、中川家が一番面白かったいつの話、何年前の話でね。なんだっけ、あのなんかあの結構俺好きや、なんか結構ネットだとあんまり評判良くなかったけど、なんか変な最後の1回戦の最後にやってた人たち、なんとかなんだっけ、なんとかかんとかって人たち、俺面白かったよ。推しは最後の3組が全部クソおもろかった。なんだっけ、なんとかかんとかって人。 M1、 ウエストランド面白かったのに名前覚えてないのか。ウエストランド、ウエストランド、ウエストランド面白かった。あ、どんな内容だったか覚えてないけど、なんかどんなんだったっけ。ウエストランド面白かった気がする俺。なんか優しくて性格の悪い、あ、性格の可愛くて性格のいい女はいないよみたいなネタだった気がする確か。後名前忘れたがクソほどつまらんの2組くらいいたの。本当に、まあなんか全体的に芸人自虐みたいなネタだった。芸人自虐だったっけ。可愛くて優しい女はいないよみたいなめっちゃ面白かった。ラーメンライスサービスさん広告ありがとう。それぐらいかな。なんかでも見てて思ったのは、今回の M1 のツッコミがすげえうるさい人多いなって。人が滑ってるの見ると恥ずかしくなるから、あそういうの一切ない。わかるわかる。なんか今回の M1 インディアンス一番目だったから全低かったけど面白かったわ。なんか俺インディアンスどうしてもねアンタッチャブルに思っちゃうんだよね。申し訳ない、面白いんだけど、インディアンスもインディアンス面白いと思うけど、なんかアンタッチャブルに思っちゃう。なんかやり方が一緒なんだよね、芸風が。すげえアンタッチャブルっぽいなって思って見ちゃってる俺。
色眼鏡をかけてしまってる。アンタッチャブルっぽいという。面白いけど。なんか基本的にツッコミが叫ぶ系の人がめっちゃ多くなかった今回。俺あんま得意じゃない、ツッコミ叫ぶ系の。漫才大体ツッコミ叫んだな。マジカルラブリー優勝には納得してんの。まあ俺マジカルラブリーは2個目のネタより1個目のネタの方が面白かった。それ実はすごいわかる。なんかうるせえなって思っちゃう。俺漫才ってなんかさ、わかんない、まあ俺の中での漫才だからね、 あくまで素人の俺の中での漫才はなんかしれっと面白いこと言ってしれっと突っ込むみたいなのが俺結構好きだから、今回の M1 はみんなツッコミがなんとかーみたいな。錦鯉みたいな。錦鯉は、まあ錦鯉はオードリーみたいな。オードリーも好き、オードリー好き。錦鯉はなんかよくわかんないけど意味がわかんなすぎて面白かった。錦鯉は、でも錦鯉はナイツも面白い。なんかでもすげえ声でかくして主張、ツッコミの主張するのがすごい今回ほぼそうじゃなかった。錦鯉のツッコミ VTuber オタクらしい。あんなおっさんなのにどうしようもねえな。錦鯉はなんか意味がわからなすぎて面白かったかな。なんか割とそうだったよね。川口への位置出てた。でしたよ。略語でも見とけ。あとはでも俺でかい声、勢いで笑わせに来てる感もあった。でかい声系だとミキとか好きだけどね。ミキは好き結構。でかいツッコミは、でかい声のツッコミはミキだ。ミキは好き。でマジカルラブリーは1個目のネタのが面白かった。あとは誰がいたっけ。男は黙ってくれるとこだよね。まあね、ミキは一番うるさいまであるよ。ミキはマジでうるさい。ミキはマジでうるさい本気で。でもなんかねミキは俺好きなんだよね。なんでか分かんないけどミキは好き。でミキとちょっと違う感じした。え、かわいい。なんかふにゃふにゃしてたね。寒いんだ。わかんない何が違うのかわかんない。まあただの好みだけどな。あとは今回だと誰覚えてねえな。去年の決勝がレベル高かったから今回はうんって感じ。まあ去年のが好みだったかな。好みで言えば好みで言えば去年の方が全体的に本当全員が違う形で面白かった。今回のボス戦ストーリーのギャルちゃん可愛い。可愛かった。絶対こんな肩とか出してるから寒いんでしょ。なんかジャンル的に去年の方がいろいろあって面白かったね。今年はなんか寄ってた気がする。ジャンルが似てた、似てた気がする全体的に。そのせいでなんかメインシナリオのネタバレ NG。 あ別にいいよ俺見てねえから。お、新しくできてんじゃん。リンジャー。頑張ってこう。頑張ってこう。
まあ、マジカルラブリーどうなの、みんなからしたらどうだった、マジカルラブリーの2本目は。なんか面白いよ、面白いけど、マジで年始のフェスかな、なんか面白いけど難しい。またユイが諸悪の根源呼ばわりされてたぞ面白いけど難しいな。漫才、漫才じゃないって言うとなんか怒られるから、やってること面白いんだけど。ねえ、皆さんどうでしたか、皆さん的には。出陣だな。M1 のネタ見てないけど、アラビキ団のマジラブはクソつまらんか。何アラビキ団、タフタ組に比べたら面白かった。あのフラフラしてるだけのヤッコが優勝なんだっけ。漫才じゃないよ、まあ、漫才じゃないとはよく言われてるけど、なんか漫才じゃないにもいろいろあるってさ、あるみたいで、そのサンドウィッチマンとかも漫才じゃないって言われるらしいんだよね。コントだから、コント的にやるから。でもなんか俺あんま好きじゃないのが、まああんま好きじゃないって言い方すると失礼かもしれない、俺の好みじゃないのが、あのボケがずっとボケ続けて、なんか会話になってない漫才あんま好きじゃないんだよね。ボケがずっとボケてて、それをただツッコミが横で合いの手入れるみたいにツッコむみたいな漫才あんま好きじゃないんだよね俺。ナイツか、ナイツってそうだっけ、ナイツって結構会話会話的じゃない、ナイツってそうだったっけ。なんかそういうんじゃない、なんかね、トロサーモン、トロサーモンってそんなだったっけ。ハライチはまあハライチ、ハライチはまあ、ナイツ見たことないのかな。ナイツ見たことあるよ。ノンスタイルは結構くどく感じる、花輪がいつもボケてるじゃん。そうか、まあでもなんかそう、あそう、でもナイツそう感じたことないの、なんだろうな。まあだからマジカルラブリーとかもそうだし、今回のマジカルラブリーとかもそうだったし、まあ錦鯉もそうかな。なんか難しいな、なんて言うんだろうな、でもなんて言うんだろうな、あるじゃんそういうの。なんか会話形式になってないというの難しい、わかんないけど、人かな、その人の、まあ、漫才の仕方にもよるけどね。それでボケが暴走してる感じ、そうボケ暴走。でも俺あのアンタッチャブルとかは好きなのよね、はちゃめちゃで。あでもアンタッチャブルはちゃん、どうなんだろう分かんなくなってきた、何が好きで何が好きじゃないのか。アンタッチャブルはマジで面白いと思う、漫才。あマジでこれ3回回っちゃった俺、回りすぎる。アンタッチャブル最近漫才やってるの、なんかやってんじゃないの、知らんけど、なんか見たよ俺前、あの最近復活したやつ。アンタッチャブルは漫才しながら楽しそうなのが好き、うん、なんか最近復活したやつ見たよ俺、最近あの2人がやっと漫才やるようになったみたいんで見たよ。その世代の人らみんな相方がやらかしてるのだあと誰、俺の好きな、あと俺金属バットって人たち知らなかったんだけど、今回のなんだっけ敗者復活戦でミルクボーイ見て、あのねすごいめちゃめちゃえげつい外見なのに普通に漫才してて面白かったわ結構好きになった、はちゃめちゃな外見してんのにはちゃめちゃに普通に漫才だったから好きになった。金属バット、ま
法帝督の指揮を見てあんま知らねえな。そんな詳しくないしな俺、有名な人しか知らないから。すまん、冗談だ。俺が好きな芸人って誰だろう。あ、準々決勝とかこんな全部上がってんだ M1 って、すごっ。なんか俺さ、その古い好きな芸人聞かれたら千鳥一択、古い芸人しか知らないからさ、その2010年ぐらいまでの M1 の芸人ばっか知ってっからさ、それ以降全然詳しくないんだよね。 M1 に出てた人しか知らない。 M1 ばっか見てる。やっぱり終わる阪神巨人だな。そうだな、そんな詳しくない漫才。俺なんだっけ、誰だっけ、オリエンタルラジオの、オリエンタルラジオって昔漫才してたんだけど、漫才してた時期もあるんだけど、俺オリエンタルラジオの漫才めちゃめちゃ好きだったんだよね。全然やんないけど。冬でしかわからん。そう、俺オリエンタルラジオの漫才ライブみたいなの全部見たもん。アマゾンビデオかなんかにあったから。めちゃめちゃ好きだった前まで。え、なんか新しい、最近じゃ歌歌ってるしな。ね、もう今じゃ YouTuber だしな。クソ笑った覚えあるもん、オリエンタルマジラジオのなんかよくわかんない漫才で。あんま知らねえな、でもこうやって。あっちゃんかっこいい。こうやって考えるとあんまり知らねえな。あれについて。ブラマヨも好きだったな、昔。あー、ブラックマヨネーズ。あ、俺チュートリアル、え？俺待って。あ、やべ、ミスった。全然回ってねえ、これ。チェック外れろよ。騙され、全然回ってなかった。最悪。全然回ってなかった。最悪だ。チェック外れてなかった。なんか増えねえなと思ったら、もう100割するしかないじゃん。これで洗濯も欲しい。全然増えねえって思ってた。前のやつ引き継ぎなの？これめっちゃムカつかない？ここでさ、これ変えるとさ、これ変えるとさ、これをさ別のやつにするとさ、前チェック入れてたのがずっとチェック入りっぱなの、すげえムカつかない？これやめてほしい。これそのせいでミスった。4112って何？クッソわかる。めっちゃうぜえ今。かゆいところに手が届かない。ねえ。41-12。もう終わりじゃん。41-12でいいの。もう終わっちゃうじゃん。2倍。最悪。短くない ?2 倍期間。まあ、昨日俺がちゃんとやってんのが悪いんだろうけど。くそ。じゃあ無料10連でサレンちゃん当てるか。能力いろいろずれてる。え、長っ。敵前方のランダムな敵キャラに単体物理ダメージを計3回与え、味方全体の物理魔法攻力をチューアップさせ、自分の光の盾を3つ付与する。1回ダメージを受けるごとに1つ破壊され、代わりに1つ破壊同時に。アリーナよ。これアリーナよ、強そうじゃない？先月から新装備追加との間2倍ずれてるの、ほんまくそ。ね。
これ強そうじゃない、そうでもないの、アリネなのこれ。敵単体に。でもこれランダムとか言ってっけどさ、あれだったら別に1体だったら確実確定でしょ。バフ強そうに見えるけど、そうでもないの。え、自分を中心した、中心とした範囲内の味方、盾が受けるときダメージも状態以上もないとか聞いた。物理攻撃力と魔法攻撃力を大アップさせ、さらに物理攻撃と魔法攻撃力を中アップさせる。ふぅ、アリーナやってる人なら天井する価値ありそう。へえ、そうなんだ。ロマン編成かもしれんが、クリスマス秋のとのシノジー。あ、そうなの。前方のランダムな敵キャラに、物理小ダメージを計3回与える。さらに HP が最も低いキャラの、回復もついてんだ。なんか強そうに思えるけどな。そうでもないのかな。普通に攻撃とかゴリゴリで。じゃあ当てます。俺ロードオンにしてるっけ。ただサレンなのに DP 関連一切ないの。ああ、もうさすがにそれはやめたんじゃない。攻撃的タンクっぽく見える。リッチ版になってるわ。じゃあこれロード入るわ。2倍でしょ。2倍で当たんねえことねえからよ。2倍で当たんなかったら嘘よ。いきます。はい、ロード。なあなあ、なんで。ついにロードありましたか。2倍は、2倍はどこに行ったの。いいもん。プン、プン。あと3時間後また引けるぞ。つまんな。おっつ。あ、チョコちゃん今日で終わりじゃん。チョコちゃん今日で終わりですね。明日は120連引いて両方出ません。いや、もう天井しかないじゃん、そこまで行ったら。明日冬子だって。ソロ聞け。あ、聞こ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 。デート、チョコちゃん俺とデート。かわいい。ドゥイドゥイドゥ。SSR の男児とデート。なんかチョコちゃん声低くない？チョコちゃんって歌声こんな低かったっけ？どっちかっていうと、落ちこぼれフルーツタルトのハユちゃんみたいな声してる。こんな声だっけ。なんかチョコちゃん声低くない？間違えた？かわいいけど。なんか声低くない？チョコちゃん。今日は晴れてるね。まだ。ちょっと待って。チョコちゃん太った。チョコちゃんなんか声。園田千代子です。あ、違う違う。あ。なんでチョコレートサンデーだった。え、チョコちゃんってこんな歌声だったっけ。あんまチョコちゃんのソロ聞いてねえから。あ、チョコちゃんのソロ一回聞いていいじゃん。黙って。一回チョコちゃんのソロ聞いていい？ちょっと待ってな。どこだ？園田千代子ソロ。iTunes 重。なんだなんだ、お気持ち案件か。お気持ち案件じゃないか。なんかチョコちゃん声
低いなって思っただけ。先アフタースクール、そんな立ちよう。声変わりでしょ、あんまり気にしなさんな。チョコちゃん弾けた？弾けたよ。あ、でも歌声はこんなもんなのか、チョコちゃんって。あ、チョコちゃんって歌声は結構低いんだ。歌うと声変わるタイプか、うん、あ、俺が知らなかっただけだったわ。あ、チョコちゃんって歌の声低いんだ。マッテリンダちゃんのイメージが強すぎる。そうだね、むっちリンダちゃん謝罪して。すいませんでした。ピース。へえ。なるほど。ごめんチョコちゃん。俺がチョコちゃんのこと知らなかっただけだった。すまん。許してくれ。どうしました？何か褒めてもらえるようなことをしましたっけ？かわいい。許してくれ。俺が園田のこと知らなすぎた。歌ってる時は声低くなるんだな、園田。初めて知れたよ、ソロのおかげで。ありがとう、ソロ。ビバアフタースクール、イエイエイ。はいはいはい、ピース。ドゥルルルルルル。にーにーちょっと話聞いて。普段ソロバージョン聞かないの？全然聞かん。全くと言っていいほど聞かん、ソロは。本当にいつ聞くのか分かんないぐらい聞いてない。遊びプレミアム入らんとあかんかな。なんで？ライブ？よし行くぞ。そう、でも多分また配信。ない最速の LV184 成し遂げてきたわ。え、早っ。え、まだみんななってないの？すご。明日じゃねえや。はいや。なんだっけ、配信あるんじゃないの？まあ、現地行きたいのかな、みんな。じゃあ行きますか。マナ。俺はやっぱ配信でいいかな。配信楽だしな。いきます。配信あるよ。配信あんだ。じゃあもう配信でいい説あるな。激おもロード来い。テレの 6TH は遊びストアプレミアムがアリーナ席で一般ガスタ。激おもロード来い、頼む。ねえ三つ峰率三つ峰率高、2分の1三つ峰じゃん。えぐ。あー、やっぱプレミアムの方がいい席取れんだ。ランダムじゃないんだね、それは。ゴツミネだね、完全にゴツミネ。にゃん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 。はい、終わり。今年のバンナムフェス戦争になりそうだったけど、結構ガバガバだ。へえ、そうなんだ。冬国葬可愛かった。あー、ちゃんと見てねえから見ていい？情報まとめあるかな。本日の配信でのまとめですみたいな。あ、あった。川口に言いたいことあったけど忘れちゃったから寝るわ。バイバイ。うん、おやすみな。思い出したらまた来て。シャニに NB また。幕張フルフラットだから席は超重要。ねえ、出た。サイクないわ。ジライトで期待したのに。熱血指導も1億枚くらい持ってるんやが。何の話？ダマユ髪明るくない？こんな明るかったっけ？ダマユが大人になっちゃった。くすん。かわいい。かわいい。かわいい。
財布内輪の髪を持った高山の画像が面白かった。かわいい。なにこれ、夢かわ、夢かわ冬じゃん、やば、かわわ、うん、あ、これね、表紙かわいいよね。これ実質なんかな、表紙かわいいよねこれね。え、これもなんかあれ遊園地じゃないの、違うのかな、ステラ。え、1月20日なの、もうちょっとじゃん、買わないと、これ行かないと。アニオンカフェ、誰か一緒に行ってくれる女の子いねえかな。お、バイスシュバルズに天下ちゃんとアマナちゃんが追加ですよ。あ、カオルちゃんがいる。ふーん、3月24日発売、女の子限定かよ。そうでしょ、デートしたいもん、デート。え、3月24日発売なのにさ、その2日3日前とかにさ、ライブすんの、いくら金取る気なの。あ、ほんとは有料生配信も予定してます。いいね、セカンドライブ。これ頭おかしいよね、セカンドライブがさ3月20日にあってさ。ライブラッシュに円盤って大変やな。あ、またこれ売ってくれるんだ。ちょっとこれのさ、俺アクリルスタンド欲しかったんだよね。ライブで固まってそのまま円盤かわすんやぞ。なるほどね。で、サードもさ4月にあるんでしょ。マジでバカじゃんこれ。このイラストええよな。これめっちゃ可愛い、嬉しい。これ本気でバカじゃん。何、3月にライブして、でその後ミュージックドーン発売して、で4月に2回ライブして5月にもライブするんでしょ。何がしたいの高山は。もしかして高山っておバカちゃんなのかな。俺なんかさ、だからさ、あれ、セカンドが2021年で、俺サード2022年かなと思って3回ぐらい、3度見ぐらいした。あ？あ？あ？あれ、サード 2021？ あれ？セカンドは？あれ？ 2021 3月？あれ？つって3度見ぐらいしたわ。まあ、実質 3RD ツアーみたいなもんでしょ。意味がわからん、マジで。頭おかしいでしょ。すげえ。楽しみ、シャニマスのライブ楽しみなのだ。あ、これめっちゃクレヨンしんちゃんに似てない俺。あの、あれだよね、なんだっけ、前説の主人公が、あの泉こなたちゃんがするクレヨンしんちゃんの真似をする、真似をした、真似したんだけど今俺。どう、前説の主人公が泉こなたのクレヨンしんちゃんの真似をする、真似をする、真似しました。どうですか、前説を見てる人しか誰もわからないことやらないで前説を見てる人だったらわかるはずなんだけどな。もしかしてみんな、もし前説見てないんですか、もしかして皆さん前説見てらっしゃらない。さては、もしや、なんで、何がして、してえの、そんな君たち。あれだけつまらん言われたのに見るわけねえだろ。普通見るでしょ、前説。俺は見たよ。惜しく、気高く。見てねえけど、5話ぐらいもうすでに。すでに5話ぐらい見てねえけど。川口がネガキャンしてるせい。本当に？俺は面白いと思ってな、みんな見てほしいなと思ってんだけど。ダメじゃねえか。いや、なんかやっぱ一回さ、見るの逃しちゃうとさ。じゃあ最後、本日のラストイベント、スノーラブの MV を見て寝ます。目を見るなんてできないよ。このペースだがシャンパンラー、オーイエイエシャンパスティング。進撃でユッツのソロ曲くらい撮るやんけね。あれさ、ユズソロも聞け。武田ラリサタゴのさ、絵がうますぎたんだけど、みんな見た？武田ラリサタゴがさ、ユズちゃんのソロが来たよっつってさ、イラストあげてたんだけど、もう武田ラリサタゴに絵描かしちゃダメだよ。この絵の俺みてえなさ、あれジャケットにしてほしいね。俺みてえなさ、ほんのり絵が
なんか絵うまそうな感じで売ってる人間がさ、あこいつ絵うまくねえじゃんって思われちゃうよ。声優があれだけかけちゃダメでしょうが。タゴ頼むよタゴ、音でか。タゴの絵がうますぎる。何よりタゴが天才すぎる。タゴは神だ。みんなも気をつけた方がいい。タゴは神だぞ。マジで絵かわいい。あの人のもっといっぱい描いてほしい。声可愛くて顔もいいとか最強かよ。もっと描いてほしい絵。声優じゃないのに声優よりエベタなの悲しくなってくる。な、声優じゃねえんだよ俺は。俺も M1 出ようかな。フルテレパシークリアして無理。俺も M1 出るってのはどう。あれやべ、いつそれ、それいつ、りょうちゃんいつこれ。俺2日ぐらい ログインしたいんじゃない。かわいい。りょうちゃんって工場2周目、そんな気がする。配信チケット販売中。スノーラブだよまず。もう明日終わるのに。そう、まずはスノーラブですよ。目を見るなんてできない。かわいい。ちょっと待って、クソかわいくない？やば。おい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 、このニナちゃんちょっと大人っぽくない？かわいい。やばば。やばばじゃん。チャスパンデンチョパセンタ。何ベーシックって、ややこしい。なんかいろんな機能が増えていくな。あれ入手なった。俺の君と僕の未来あった。ポディストーンチョピンストーン未来。てかあれだったらやってきゃよかったな。アタポンだったらやってきゃよかった。ミスった。アタポンなこと知らなかった。スノーラブがコミュでニナちゃんまたかわいそうなことになってた。なんかさあれだよね、クリスマスはママとパパもいねえですけどみたいな言ってたよね確か。ママとパパはいねえですけどニナは幸せでごぜえますよみたいな話してたよな。クリスマスって誰かいないかな、一緒にデートしてくれる。シャニマス解決したんじゃなかったのか。シャニマスクリスマスプレゼントはお仕事くだせ言ってたの泣いた。シャニマスカフェに一緒に行く女の子いねえかな、クリスマスに一緒に行ってくれる人いねえかな。その場でナンパしろ。その場でナンパすればいいか。簡単な話だな。ヘイ彼女、アイマスショップで。ドルイフェクトのドラマ聞いてれば幸せになれるぞ。マジで？アイマスショップでナンパしていいかな、女の子。たまにめちゃめちゃ可愛い女の子アイマスショップいるんだけど、あれってナンパしたら怒られるやつ。ヘイ彼女、ヘイヘイ、君もアイマスが好きなのかい？僕も好きなんだい。一緒にこのパスケースを買わないかい？怖い男が後ろから出てくるムキムキのな。推しがこうむればワンちゃん。君もアマナちゃんが好きなのかい？私スノーラブ走ってない人とはちょっと僕のアイドルになってくれませんかって決まりよ。君もやっぱあれだな、そういう時のために女の子人気が高い P を担当、アイドルを担当しておくというテクニカルプレイしとく。やっぱり君もしきちゃんが好きなのかい誰だろう女子人気高いのって。誰？暖房つけてるのに風出ないせいで寒いんやけど。リップス
やっぱリップスだよな、女子人気といえば。君も奏でが好きなのかい？それを今ここで言っちゃダメだ。僕もリップス全般やろ。僕も限定奏でが2枚ぐらい出て困ってたところなんだ。ミカネーとアンズちゃんを引きに行ったら限定奏でが2、3枚出て困っていたところなんだ。やっぱニップス人気あるよな、女の子。その子が引けてなかったらどうするんだ。キラリが意外と女子人気だ。あ、キラリちゃん高いね。キラリちゃん可愛いからな。俺結構キラリちゃん好きだけどな。あと結構ね、ことかちゃんもね、なんか高い気がする。わかんねえけど。キラリのモノマネしてブチギレさせて。キラリその子にも宮で引いた瞬間の動画見せてやりたい。うん、でもハッピーハッピーなんだよ。刺されそう。まあでもあんまり女子人気とかないんだろうな、なんだかんだ割と平均的なんだろうな。やっぱキャラいっぱいいる分あんま寄りすぎない。まあちょっとは寄るけど、やっぱリップスとかに、リップスとかにちょっとは寄るけど、まあ、そんななんか女子に嫌われてるアイドルはいんのかな。いないでしょそんな子。量産型級とは女子には受けないイメージ。あーあ、それはあるかも。量産型級とあんまり女の子っぽい人が好きって言ってるイメージないわ、そう言われてみれば。あ、でもどうなんだろう、わからん、知らないだけでいいのかな。ご褒美に飴くれ。で、シマムーなんてさ全員好きじゃん正直。シマムーってさ、もうアニメ見てたら全員好きじゃん。ピンキュピンは一人知ってるけど。へえ。ピンキュって何？ピンクチェックスクール違うな。やべ、超楽しみ。ピンキーキュートって何？どういう軍団？誰？誘惑がさらされてる俺。いや、神曲だろマジでこの曲。ヒゲドライバーで一番好き。ヒゲドライバーは天才だな。ヒゲドライバーを信じろ。本当にメンツもいい、何より。うずき、みほ、チエリ、いや、めっちゃいいわ。あ、もどかしくない、もどかしく愛子ちゃん、もどかし愛子ちゃん。石つぶて森愛子ちゃんやってた？ちゃんと。これが見たくて俺は生きてたと思うんだよ。ってことはもう来年の夏に夏コンドが来るってことだよね。やっとだよ。夏コンド見るまではデレステやめらんねえと思ってたからさ俺も。イノタクが
24時間でノリノリで流してるのを思い出す。覚えてねえ、もう24時間記憶がね、脳が溶けてたから。なぜかというと、全くと言っていいほど記憶がありません。24時間ライブは思ったより石つぶてじゃなかった。マジで。しずくちゃんだけ持ってない SSR。 これでもシンデレラドリームとかなんか色綺麗でいいんじゃない。夏っ子も来てほしいけど、愛しいさんを早く叩きたい。え、愛しいさって季節いつ。え、俺このニナちゃん持ってたんだっけ。覚えてね。沖縄なんだから夏だろ。夏か、同じシーズンやぞ。でも夏っ子がいいわ。なぜならカオルちゃんがいるから。うわ、もう絶対可愛い、絶対可愛い。え、ニナちゃんちっちゃい、可愛い。飛んで行っちゃいたいのも来てもらわないと困る。そうか、そうか、これパッションの曲か。可愛い。ゆいちゃん可愛すぎ。なんかラグすげえな。ちょっと待って、こんなラグすごいの、こんなラグすごいんだったらちょっとやだな。これラグがほぼないさ、キャプボないの。ラグがほぼないキャプボで見てえ俺。手元見ればいいんじゃないの。まあでも画面で見たくない？大きい画面で。吉野いたっけ？かわいい吉野。ふふう。はいはいか。いやー、めっちゃいい。かわいい。来るぞ。来るぞ。あれ？あれもどかしい。ゆいちゃんなの。この後だっけ。てかもどかしくてって、そういうことだ。そういう振り付けだったのか、あれ。もどかしくての振り付けって、ああいう振り付けだったのか。あれ、アニメ AD とはパート割りが違う。あ、パート割りが違うのか。新劇曲はライブ準拠。あー、もどかしあいこちゃんが見れねえのじゃあ。そういう振り付けあったのかあれ。ただこうなんか壊れたヤシロベみたいな動きって、ああいう意味だったの。もどかしそう。なるほど、そういうことだったのか。なるほど、ふふふふ。あー残念。悔しいね。もどかし愛子ちゃんが見れないのか。まあセンターにすれば見れるんだけど、愛子ちゃんを。なるほどね、そういうことか。いや、よかった、でも見れて。可愛かった。もどかしゆいちゃんだったね。アニメだと、なぜ石つぶてになってしまったのか。全然もどかしそうじゃなかった。それで残念ではあるけど、全然もどかしそうじゃなかったよね。あれただの石つぶてだったもんね。石つぶて愛子ちゃんだったのに、めちゃめちゃもどかしそうだったゆいちゃん。あの振り付けをあーちゃんがやると、もど石つぶてになっちゃうのかな、もしかして。あんまりダンスが得意じゃないくて、もどかしくてって、あのあったかいんだからみたいな動きが、専用モーションか、あったかいんだからみたいな動きしてたよな。もう一回見よう。かわいい。月ゆいちゃんかわいい。危機感あると思ったらそれだ。あったかいんだからの動きだったよね。もどかしあいこちゃんは。あ、もどかしあいこちゃん、もどかしゆいちゃんは。かわいいよ、月ゆいちゃん。
どうしよう、好きになっちゃう。かわいい。ここの腰いいな、めっちゃこの腰めっちゃいい。ヨシノの腰一回しかもどかさないのか。うーん、石つぶてじゃないな、残念。もどかし愛子ちゃんが見たかったのにな。石つぶての方見たくなってきた。なんか普通に可愛いわ。カレー飯の時以来のこれじゃない感きてる。いや別に可愛いけど、やっぱまあ石つぶてを期待してたからね。普通に可愛いから困ってる。普通に可愛いから困ってんだよな。石つぶてを期待してたから残念。じゃあゆずちゃんのソロ聞いて寝るか今日は。ゆずちゃんのソロキックでこれ。シンデレラガールズ劇場。ゆずちゃんっぽい声がする。かわいい。これあれじゃん、限定の衣装じゃない。突然ですが第1回ユニット対抗モノマネ合戦。どうしたの急に。かわいい、関ちゃん。かわいい。こんなかわいい服を。まあ少しは着たいですけど。千鶴ちゃんね。まあみんな仕方ないんだから。あ、ガールズビー。私たちそんなにヤスハちゃんに頼ってる。ネクストステップの話じゃないこれ。また黒猫が横切って。ホタルちゃん。違う。来ちゃったか。ゆずちゃんの新曲初披露だもんね。緊張は解けた。誰だっけ。ありゃバレてた。んじゃフリルドスクエア買ってきます。あれ行ってらっしゃい。戻ったら今度はひろみちゃんがフリスクのモノマネだから。あ、フリスクだった。変なことで緊張させないでよ。フリスクは違う。え、え、かわいい、めっちゃ合ってたか。いや、わかんねえ。なんか、いい曲っぽそう。わかんねえ、フリルドスクエアなのか、ガールドビーガールズビーネクストステップなのかわからない。俺は、そこがいつもごっちゃになってしまう。かわいい。フリルドスク、フリルドスクエアってあずきちゃんとかいるやつじゃなかったっけ。違ったっけ。そうだよね。工藤忍。そうだよ。綾瀬ほのか、桃井あずき、北見ゆず。え、じゃあ今のは誰。ミリスタもお仕事だけでいいからやって。ガールズビーネクストステップじゃないじゃん。違った。いや、ほら、そうだ、正しかった。ガールズビーネクストステップの3人の真似してた。
千鶴ちゃん、ホタルちゃん、ヤサーちゃん、あ、関ちゃん、千鶴ちゃん、ホタルちゃん、ヤサーちゃんの4人で、その関ちゃん以外の真似してたんだ、ゆずちゃんは。で、ゆずちゃんが入ってるフリスクの真似を、じゃあ次は関ちゃんがしてねっていう話だったんだ今の。なるほどね、よかった、正しかった、俺ガールズビーネクストステップだった。これは声つくフラグねえ、フリスクもガールズビーネクストステップも声つくね、これはね。じゃあ寝ますおやすみなさい。もう私まともな生活を送ってるので。石つぶて愛子ちゃんのやつでレステから見れたぞ。嘘、進撃、いつの話、もどかしくて仕方ないんだ俺は悲しいよ川口。もうね眠いんだよ、まあ1時間半も頑張った方か。こんな時間までやってると眠いの本当に。俺は寝ます。明日の予定は、明日はいろいろあります、いろいろあります、銀行行ったりします、バタバタしてます、明日も明日で大変ですやだ、年末シンデレラシアターの新曲の6周年女の上にある再販の怒り役、忙しい、おつスノラ見とく。じゃあ、あ、全然違うじゃん、全然違うじゃん、わらわら、これだよこれ全然違うじゃん、もどかし愛子ちゃん、なんで、残念、実家のような安心感。うん、やっぱもどかし愛子ちゃんはこれだな。1時間半待った甲斐あったこんな動き実装したらそれはそれで叩かれる、うん、何言ってんだろうなって思ってたらこういうことかそうそう、この元のそのスノーラブのアニメの映像だと、愛子ちゃんもどかしくて仕方ないんだあんとこの愛子ちゃんがなんか面白い動きしてるっていうので結構話題なのよ、インターネット上で、オタクたちの、キモオタクたちの間で話題なの、なんか愛子ちゃん変な動きしてねみたいな、石つぶて見てたな愛子ちゃんみたいな。それがまさかゆいちゃんが踊ることによってめちゃめちゃ可愛い、あったかいんだからになってしまうという、そんな日常です。以上ということで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。また明日も、明日はちゃんとなんかしたいな、実況撮りたいな、おつらいす、実況撮りたいなっていう気持ちでいます。ただ気持ちだけかもしれませんけどね。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter のフォローも、免許やれ、免許もやります。あと俺買ったんですよ、あれ、リングフィッツアドベンチャー、やりたいのにタイミングがね、あばばばばば、あばばばば、じゃあね、おやすみ。